行け。ここだ。ほら、ほらほら。邪魔だ。ほら。ほら。ブラックバーニング。行きまーす。ブラックバーニング。ブラックバーニングマジック。どこを見ている。ふん。時が止まった。どんな気持ち。ああ、クラッシュだ。オラ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 。こいつを食らいな。オラ。時間を止められるのはあいつだけじゃないんだ。オラオラ。聞かないぜ。このまま頭を打ち抜かせてもらうぜ。オラララララ。いや、君か。何をしているのかって。実は長官に頼まれてアンジェラを探している。サンジと共に彼女も姿を消したんだ。以前ベジータが戦場で操られていた者たちは出撃前にサンジと会っていたと疑っていたが、僕が睨んでいたのはアンジェラの方だ。一連の騒動は彼女がこのベースキャンプにやってきてから始まった。これからそのことをみんなに知らせる。君は引き続きサンジの行方を追ってくれ。誰かと思えば。どうやらお前もサンジを探しているようだな。これを見ろ。サンジらしき男を見たという情報があった場所だ。世界中から情報が来てんのか。どうやって本人を見つけりゃいいんだってばよ。落ち着け、ナルト。だってよ、今のこの状況が敵の狙いなのかもしれない。レプリカを使い大川を攪乱している。まずは正確な情報だ。そうだな、俺たちがしっかりしねえと。転送完了しました。おっと、誰かと思えばいつぞやのガキじゃねえか。え、俺たちは俺を倒していくんだな。抜いて
撃。やるようになったら楽しませてくれるじゃないか。だがあいにく俺も忙しくてだ。今日のところはこの辺でおさらばだ。あばよ。大丈夫ですか、マスター。長官からです。無事か。はい、マスターは無事です。たった今黒ひげとの交戦を終えたところです。サンジさんらしき姿を目撃しましたが逃げられてしまいました。そうか、わかった。ひとまずベースキャンプへ戻ってくれ。了解しました。これよりアンブラスベースへ戻ります。マスター、早く戻りましょう。これは。待ってたぞ、サンジ。やるじゃない。シンプルながら悪くない仕掛けだったろ。そうね。サンジ、前に出なさい。サンジ。サンジ、目覚まさせてやるぞ。どこ見てるの？これならどうかしら。こっちよ。はあ。めはそこだ。こっちだ。そこね。あまり見え。こっちよ。まだまだ。あそこが終わりよ。意外。じゃあさよなら。そこだ。こいつ。何する。
逃がさないわ。これならどうかしら。こっちよ。そこね。甘い。遊びは終わりよ。意外しましょう。じゃあさようなら。楽しい時間もおしまいね。なんだこりゃ。サンジさん。アンジェラちゃん。サンジさん。サンジ？ああ、もう大丈夫だ、メンベルメ。お前のおかげだ、ルフィ。それと、ありがとな。サンジ！バカやめろ！いてんだよ！世話かけやがって。おう、長官！サンジが正気に戻ったぞ！そのようだ。迷惑かけちまった。すまない。それでベースキャンプの方の被害は？アンジェラの所持していたオニキスブックらしき黒い本が爆発を起こし、研究施設がやられた。だがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれた。サンジ、気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまね。どうしたんだ？ああ、ライト。彼にはガレナの行方を追ってもらっている。彼ならきっとやってくれるだろう。なあサンジ、久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきり性能つくディナー作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎どもに、お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やった
く戻ったか。ええ。それで守備はどうなんだ。ベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていないわ。ほう、お前にしては珍しいな。でどうするつもりだ。彼女のことは少し待ってくれないか。お前は一般人が迷い込んだというわけではないようだな。ああ、僕は八神ライト、あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだな。いいだろう、話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージを与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産もかなった。そうだろう。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だが八神ライト、なぜお前がガレナをかばう。簡単なことさ。彼女はベノムズにとって必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。面白い。ガレナ、こいつに礼を言うことだな。八神ライト、お前をベノムズへ迎え入れる。感謝するよ。